戦闘の戦いは、太平洋戦争中のニューギニア戦線における日本軍とオーストラリア軍、アメリカ軍、ニュージーランド軍からなる連合国軍との間の戦闘である。オーストラリアの新択刀治領のパプアニューギニア、ビスマルク諸島最大の島のニューブリテンで行われた。1943年12月15日に連合国軍が上陸して開始され、 日本軍との戦いは終戦の1945年8月15日まで続いた。オーストラリアの新宅島治療であったニューブリテントは1942年に日本軍が占領しにアメリカ第112機交連隊が上陸12月26日にはアメリカ第1海兵師団もグロスター岬に上陸し、この地域を守備していた日本軍の第65旅団や 第17師団を攻撃した。1944年2月中旬には西部ニューブリテンは連合軍の手に落ちたが西部ニューブリテンを占領した連合国軍は損失を恐れこれ以上の投進はしなかった。連合国軍は強固なラバウルの日本軍との正面戦闘を避け迂回して反抗を行うことにした。エミラウ島の無血占領や 竹一戦団の壊滅により、周辺の制海権を失い、孤立したラバウルの日本軍は終戦まで、ほぼ自給自足を強いられることになったが、両軍の戦いは1945年8月15日の日本の降伏まで続いた。ありがとうございます。